青年部の入部歴は今で5年みたいですね。どのような作業ですか？飲食店やってますね、はい。次の展望はありますか？コロナなんで、ね、飲食店としてはもう今までみたいな活気は取り戻したいなっていうのはもうありますよね。今はお弁当屋さんやってるんですけど、それを広げていきたいなっていうのは、まあ僕自身最近分かったんですけど、僕もう40にして、ね、障害者っていうことは分かって、もう足悪くて、まあ、だからそういう人たちと一緒にできるように、そういう福祉の事業所を作りたいなっていうのが今ありますね。どんな出会いが欲しいですか？今こんな時代なんで、ね、出会えた人っていうと、もう出会える人に対してみんなありがたいなと思うよね。何出会いたいっていうより、これから出会える人に感謝していきたいなと。青年部メンバーに一言。なんかとんでもない時代ですけど、乗り越えるようにみんなで頑張りましょう。はい。